大体もう10分くらいですね、ショーのお時間は。はい、ね、お昼時にも食べながらも楽しんでいただけたらと。よいしょ。さあ、じゃあそれではですね、早速一回立って、早速ちょっと後ろに、早速ちょっとこちらで日本の伝統芸能猿回し公演をね、スタートさせていただきます。よいしょ。お写真ムービー撮り放題なので、ぜひこの機会でたくさん撮ってください。優しいですか、おしゃぶりしてる場合じゃないからね、本当に。さあ、お時間で10分ぐらいですね。あの後ろの方は全然食べながらとかでも大丈夫なので、ぜひ時間があったらね、ご覧いただけたらなと思います。楽しんでください、ね、ありがとうございます。あの冷めないようにだけ気をつけていただいて、ね、全然食べながら大丈夫。あのお猿さんがもし近づいてきたとしても手だけ伸ばさないようにだけよろしくお願いいたします。後ろでもワンちゃんいるからね。さあ、じゃあちょっとね、頑張っていきましょう。はい、そうですね。一回、あ、そうだ、休憩終わってるから、はい、一回立つ。そう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 、これはちょっとこっちにね。はい、OK。はい。じゃあそれではご挨拶をしても早速ね、スタートねさせていただきたいなと思います。お、いいね、ノリノリですよ、いいね。やる気十分でございます。はい、ワンちゃんに向けて、ワンちゃん全然見てくれてないから、ね、残念。はい、じゃあ一回立ちますよ。はい、立って、はい、後ろは、はい、立つ。そう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 、じゃあそれでは、はい、よろしいですか。大きなあくびして、ほんとね、いい。はい、そうですね。さあ、今たまいまですね、7歳で、実は人間の年直したら20歳ぐらいです。そうです、あのそう3倍ですね、3倍ね、あのするんですけど、20歳ぐらいなんですけど、まあ、あの皆さんちょっとご存知な方多いと思うんですけど、思春期という時期でございます。なのでちょっとね、若干わがまま言ったりとかもします。そう、でもあの今ですね、こうやってあの私たちね、ショーをしてるんですけれども、あのいいものはいいよ、ダメなものはダメだよっていう感じで、あの実はね、教えルールを私たち内でね決めてます。なのでちょっとダメなものはダメな時に、もしね、あの小中そういうことがあるようであれば、その時あの注意する時もあると思います。ですが、あのその時あの頑張れみたいな感じで応援していただけるとすごく嬉しいので、その時はよろしくお願いします。吐き方ある意味すごいよ、大丈夫、 OK、ね、まあ、やる気は十分ですので、ぜひね、楽しんでいただけたらなと思います。はい、じゃあちゃんと前見てよ、挨拶大事だから、前。はい、じゃあそれではね、ご挨拶ねさせてください。7歳のはやてと、そして私のぞみ、2人合わせてコンビで三和音と言いますので、どうぞ皆様たくさんの拍手での応援をよろしくお願いいたします。じゃあそれでは早速ですね、ご覧いただきましょう。もう10分なので、今日いいとこ取りでね、皆様にねお見せしたいと思います。そう、まだよ、まだよ、こちらからいきましょう。立つよ。そう、まだこちら高跳びからご覧いただきましょう。このあのバーの上を飛び越える技です。あ、よかったら中入ってきてくださいね。はい、中入っていただいた方がちょっとね、車も結構ね行き来したりとかもするので、ちょっと一回立って入ってくるね。はい、そうです、できるだけ中で、あのこっちの方とかだったら近くでもね撮れたりとかもするかなと思います。はい、じゃあそれでは早速いきましょう。はい、立つ、気をつけ。じゃあ皆さん、あの飛んだ後にご注目をしていただけたらなと思います。じゃあそれではいきましょう。高跳び、はっ、はい、立つ、気をつけ。そう、いや、ありがとうございます。拍手のタイミングがいい感じ。じゃあちょっともう一回だけ行きましょう。反対からも、はい、人、気をつけ、前、ちゃんと気をつけしてよ。そうそうですね、 OK。 じゃあ皆さん、あのルールお分かりいただけたと思います。はい、じゃあちょっとここ戻ってきて、はい、ピシッと立って、はい、なのでちょっとね、行きましょう。今日はいいとこ取りと言ったと思いますので、今日はあの中途半端な高さやってません。もう一気に行かせていただきます。ここです、てっぺん。あのもちろんルール変わらず、ジャンプの後は前転なので、決まりましたらぜひ大きな拍手をよろしくお願いいたします。よろしい、はい、立って、いくよ、立つ、
気をつけ、気をつけは、はい、そうですね。じゃあ皆さん、あの、決まりましたら大きな拍手よろしくお願いいたします。じゃあそれでは行きましょう。大ジャンプ、さあ決まるか。よし、 OK でしょう。完璧に決まりました。まずは一つ目、高跳びをご覧いただきました。そう、しっかりそこで立っとせよ。じゃあちょっとこの勢いでね、行かせていただきます。まだよ。そう、じゃあ続きまして、今ちょっとジャンプ芸ね、見ていただきましたので、ちょっと待ってね、次は多分皆さんご存知だと思います、こちら竹馬芸をご覧いただきます。じゃあ早速、あの、歩けるかが一番重要だと思いますので、歩けるところをね、ご覧いただきましょう。じゃあそれではいきます。はやての竹馬です。はい、頑張って。そう、意外と歩くの早いでしょ。でも実はこうやってお猿さんって竹馬乗れるようになるまで意外とね、時間かかります。あの、普通にお猿さんって竹馬渡したとしても乗らないです。まずね、あの、持つっていうところから練習して、持てるようになったら歩く練習をね、始めるんです。なので意外とね、時間かかります。そう、でももう早手も大体もう4年ぐらいもう乗りこなしてるんですよ、竹馬げ。なのでもうこの安定感、そしてもうここ最近なんですけれども、こうやって一度竹馬に乗ったらこけないようにもなりました。そうです、もうこれ最近のもう私たちのもう一番の、ね、自慢かなって言っていいほど、本当にいいよ、こけてるね、颯くん。よかった、受けたよ、颯ね。バッチリバッチリ、よーし、 OK でしょう。はい、立って。はい、そうですね、これが私たちの唯一のネタでございました。ちょっとルンルンやね。でも皆さん、あの、乗ってこけて終わりな技ではありません。ちょっと今回なんですけれども、とっておきの技準備させていただいてます。ただ、あの、めちゃくちゃ一瞬で終わりますので、あの、お見逃しのないようによろしくお願いいたします。あの、真ん中で披露させていただこうかなと思いますので、後ろの方とか見えますかね。ありがとうございます、手を挙げていただきました。あの、真ん中にご注目をしてください。そして、あの、すいません、ちょっとご覧いただいている方、あの、できるだけ中の方でね、ご覧いただきますようにご協力いただいてます。ありがとうございます。できるだけ、あの、真ん中見えるところで見ていただけたらなと思います。車通るけど中の方が安心やからね、友達もね。じゃあ、それではもうこれが決まりましたら、メインの大技へと進めていきます。じゃあそれではいきますよ。一瞬ゲーまでカウントダウンいたします。あ、ちなみにカメラ構えていただいている方、ムービー機能ある方、ムービーがおすすめです。じゃあそれではよろしいでしょうか。いきますよ、ご準備ありがとうございます。 OK ですか。いきましょう、一瞬ゲーまで3、2、1。あ、決まるか。そう、よし、オッケーでしょう。竹馬宙返りをご覧いただきました。じゃあそれでは、はい、ちょっと決まった時の決めポーズまで、はい、シャキーン。しっかりと前見てもらう、前ポーズ、そうそうそう、前、こっち、ちゃんとちゃんとちゃんと、はい、できるでしょう、しっかりね、いくよ、はい、せーの、はい、前。横顔がいいみたいですね。OK、はい、立って。じゃあ以上、竹馬芸をね、ご覧いただきました。じゃあちょっとこの勢いでね、行かせていただきます。メインの八艘跳びをご覧ください。じゃあちょっと、あえて後ろの方見やすいようにちょっと行きましょう。上の方でね、ちょっと休憩してもらおうかな。はい、そうですよ、そうそうです。じゃあメインのこちら八艘跳びね、ご覧いただくんですけれども、あの、実はこの技、思いが込められている技です。あの、昔からお猿さんは、あの、神様の使いとそう呼ばれてます。神様の使いであるお猿さんに皆さんの願いを託し、その思いを届ける架け橋になる、そういった思いが込められた技です。あの、早手、こう見えてすっごいこの技は練習してきました。ちょっとうまくいかないこともあったんですけれども、やっとこうやってメインの大技として持ってくることができるようになりました。なので、その練習してきた成果、ぜひ皆様にご覧いただけたらなと思います。いくよ、じゃあ自信持ってね、生えても人。じゃあそれでは、お待たせいたしました、メインの八艘跳びご覧ください。はい、いいよ。じゃあまずは、早手の腕の力から人、気をつけ、そうさ、
ありがとうございます。じゃあそれではここからです。いきましょう。広げます。よっ、はい、そう、もう一度いきます。反対からも、そう、そしてこっちは上まで、よくできました。完璧。ダンスはできてるよ。じゃあ皆さん、あのルールお分かりいただけたと思います。ちょっとあえてここで最後ね、少しだけ休憩いただきます。いよいよ次で最後です。一気に広げます。最後皆様に見ていただきます距離は、まだよ、少し広げます。最後は、ここまで行きます。あのもちろんルールさっきと一緒です。ジャンプの後は逆立ちです。足ちょっとでもついてもアウトです。ちょっと結構厳しいかもしれないんですけれども、最後のあの着地の部分まで、あのお見逃しのないようによろしくお願いいたします。お友達もいいかな、大丈夫かな、逆立ちやからね。 OK かな。さあそしてあのちょっとこのジャンプ飛ぶ前に、私からちょっと一つお話をさせてください。あの本当にこうやってあの皆様にお集まりをいただいて、そしてあの拍手とか頑張れとかっていう応援をいただくことで、本当にあの私たち日々頑張ることができてます。まずはここまでのもう早手に対する応援をありがとうございます。ありがとうございます。そして実はあの今見ていただいているこの猿回しというのは日本の伝統芸能とも言われてます。これからもあの私は早瀬とともにこの猿回しっていうものをもっといろんな方に伝えていきたいなと思ってます。そのためにはこうやってあの皆様からいただく応援と、あともう一つだけどうしても欠かせないものがあります。うすうす感づいてる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、皆様からのご理解のあるご祝儀です。もうちょっと笑ってもらっても大丈夫ですかね。ありがとうございます。まあ、でももちろんあのこのメインの最後の距離見ていただいての評価で大丈夫です。本当にあのすごかったなって思っていただきましたら、今日の私たち大きめなカゴを準備させていただいてます。最後あのショーが終わったらカゴを前に置かせていただくので、その時に本当にあの思ったままのショーの評価をこのカゴの中へとよろしくお願いいたします。そしてもはやてよく頑張ってたよって、今日私たちのショーを見れてよかったなってもし思っていただけたのであれば、できるだけそのお気持ち折りたたんでカゴの中に入れていただきますと、今後の私たちの励みになります。だからね、マスクの下で笑っていただきましたよ。でほら大丈夫、自信持って、まあ、でももちろんあの最後のこのジャンプ見ていただいての評価で大丈夫なので、まずは颯に対する応援をよろしくお願いします。大丈夫。じゃそれではいきます。先ほど言いましたこの技、皆様の思いを届ける架け橋になります。もう本当に今のこの時期徐々には回復してきてますが、もうコロナ禍で皆様自身にとっても大変な時期ずっとあったと思います。一刻も早くコロナが収束しますようにと、私たち最後この距離願い込めて披露させていただきます。いい、持ってね。それではいきます。ジャンプの後逆立ち着地です。足がついたら失敗ですので、最後の着地の部分までお見逃しのないようによろしくお願いいたします。それではいきます。息を吐いて、よう頑張りました。偉かった偉かった。はい、さあね、最後ご挨拶させてください。
7歳のハヤテコンビ3番でお付き合いいただきました。本当に貴重なお時間、最後までありがとうございました。はい、だってよくできました。頑張りましたね。じゃあそれでは思い切ってカゴ前に置かせていただきたいと思います。ぜひ本当に思ったままの書の評価で大丈夫なので、ぜひご準備をよろしくお願いいたします。じゃあちょっとハヤテ君、早速カゴ前にね置かせていただきましょう。じゃあちょっと真ん中の方ね置かせていただきます。じゃあそれで全然ご準備できたよってカタカナでね大丈夫ですので、ぜひ思ったままの書の評価をカゴの中へとよろしくお願いします。